明日からどこ行くの？明日から言ってじゃん。仕事です。寂しくなんな。言うて一泊二日じゃん。全然寂しくもなんともないじゃない。寂しくなるな。寂しくないな。どうしたの？明日からいないなら、うん。一緒にさ、お酒飲まない？いいよ、飲もう。飲みたい。今の自分が、うん、まあなんかそれがあってよかったとは決して言えないけど、うん、その経験があったから今があると思うし、うんうん、あのなんだろうな、終了。どうしたのよ、なんかあんまりこっちに来ないでって言うことないじゃん。まあとりあえず、うん、乾杯。あ、ビールですか。うん。あ、何、冷やしておいてくれたの。そう。なんでカップなの。まあ、いいから乾杯ですよ。はーい、乾杯。あ、おいしい。うん。うん、うわ、うまうまいね。おいしい。いやいやいや、おうちデートしようかなと思って。おうちデート？まあ、いつもデートしてるようなもんだけど。そうなんだけど、おうちデートってみんな言うじゃん。言うでしょ。だから何してくれんの？ご飯っていうか、うん、お酒のおつまみをがあるから。あ、そうなんだ。うん、それちょっと用意するね。夏ですからね。そうですね。うん、よし、もう一気に出しちゃいます。何おつまみ。何それ。漬物とか。あ、珍しいね。珍しい、おしゃれでしょ。なんかあんま食べないよね、うちら漬物。はい、とスーパーの、やっぱお肉も食いたいじゃない。お肉。はい、お肉も焼いたんだ。はい。え、美味しそうなんだけど、これどうしたのこれ。まあちょっと待って。うん、美味しそう。おお、よいしょ。日本酒です。日本酒。普段飲まないけどね。ねえ、どうしたの。それこそ、これこそどうしたのよ。だから明日いないからだよ。ちょっと買ってきてくれたの。そうだよ、グラスないんだけど。うん、これでちょっと今日はさ、うん、まあ飲んでいいかなと思って。うんうん、そんなあれよ、そのしばらく会えないとかそういうわけじゃないのにさ。奮発してすぎない。まあまあ、さあ最後のお別れじゃないんだから。ちょっと飲んでくださいよ。日本酒なんてほんと久しぶり。え、多くない？大丈夫？多いか。あ、すっごいいい匂いがする。じゃあ乾杯しようかな。ん？どこの？会津？そう、福島のお酒。うん、乾杯しようね。乾杯しようか。うん、イエーイ、乾杯。お、うまっ。染み渡る。飲みやす。この休日の夕方あたりに、うん、飲むなんて最高じゃないか。いや、贅沢だね。ちょ、食べていい？もう。俺が。先食べていいっすか？食べていいよ。え、これ美味しい。ちょっとお肉からすいません。うん。いただきまーす。え、美味しい、これ。え、俺もお肉食べたい。うん、どう？うん。美味しい。うまい。うん。うん。うまっ。合う。うん。うまい。うまい。うまい。あ、うん。酔っ払っちゃうね、これは。やばいやつだ。気をつけない、気をつけない。確か、うん、日本酒飲むときはさ、お水もね。ね、同じ量だけお水飲んだら、水入れ次の日、もらっとこうかな。もらっとこうか。うん。こういう漬物、りょうちゃん好きじゃん。うん。僕はあんまり、もともとそんな食べなかったんだけど、最近好きになったね。もうね、あ、20代後半になったからかな、こういうのが好きになってきた。うん、なんかいいね、ちょびちょびさ、うん、日本酒飲みながらのこういう、うん、つまみみたいな、うん、なんか贅沢。うん、おしゃれ、うん、なんかね、これね、イカが入ってんの。あ、ほんと？うん、食べたい。おいしいよ。うん、水も飲んでね。うん、おいしい。
美味しいね。これどうしたのよ、どこで買ってきたの。これ取り寄せたの僕。あ、なるほどね。うん、お取り寄せなんだ。そう、そうなの。でもこういう食べ物のやつはね、うん、結構好き好き、うん、いいよね、なんか、うん、いろんなところのさ、うん、それこそ今なかなか行けないからさ、うん、このトマトもうん、全部よ、全部全部。あ、これ全部。うん、あ、そうなの。そうなの。うーん、あ、なんかいいねなんか日本酒いいね。俺さ、もともと日本酒大好きなのよ。でもさ、やっぱりさ、ちょっと酔うじゃん、日本酒って。だからちょっと控えてはいるんだけど、うん、好き俺もなかなか飲む機会は少ないんだよね、日本酒って。あ、お次しましょうか。すいません、手弱で。いやいやいや、すいませんが、なんかさ、この、うん、俺さ、昔のさ、うん、映画とかが好きだからさ、うん、この日本酒とかを、うん、こういうコップで飲むのがちょっと息とか思っちゃうタイプ。お父さんとかさ、お父さんとかおじいちゃんがなんかこういうコップで飲んでるイメージある。ちょっとそれがかっこよく見えてたの。確かに。うん。うん。うん。美味しい。いやー、うまい。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 肉ばっか食っていくよ俺。食べて、たくさん食べて。てか本当美味しいよねこれね。うん。トマトも食べれちゃおう。うん。美味しかったよ。うん。うまくつかめない。うん。うん。な。ありがとう、ジョーちゃん。はい、オッケー。待ってたよね、今ね。うん、待ってた。ひょにょ。あ、これさ、うん、あれ？ネットとかで調べて撮ったの？うん、そうだよ。なんか、良さげなやつがあったの？今回これ全部福島から、うん、あの、取り寄せてもらったものなんだけど、うん、あの、ね、うん、福島って、うん、あの、地震がね、うん、あの、その10年前、2011年にあったと思うんだけど、うん、地震があって、うんうんうん、で、その時って、まあ、日本中大変だったと思うんだけど、うん、その、なんだろうな、ね、ちょっと一回飲んでいい？いいよ。一回エアコンつけようか。あ、大丈夫よ。うん、そう、その地震が、まあ、10年前あって、うん、で、まあ、その日本全体的に大変だったと思うけど、うん、なんか、自分家も大変で、うん、親が、その仕事をなくなっちゃって、ああ、そうなんだ。その、なんていうのかな。いや、だからそういうつもりじゃなかったんだけどな。なんか、なんか、ちょっと重くなっちゃったね。あ、うん。なんか、うん。それで、まあ、学校、辞めなきゃいけなくなっちゃって、で、それで家から出なきゃいけなくなっちゃったんだけど、うん。なんか、でもね、うん、その経験があったからこそ、うん、今の自分が、うん、まあ、なんかそれがあってよかったとは決して言えないけど、うん、なんか、その経験があったから今があると思うし、うんうん、なんだろうな、今の我慢強さとか、うん、なんかそういうのは、うん、その経験があったから今がある、うん、で、まあようやく今その10年経ってはいるけど、うん、まだね、うん、そこでは戦ってる人たちはいっぱいいるわけで、復興で、うんうん、で、うん、なんか、なんていうのかな。でも、まあ、その経験があったからこそ、うん、今の寮に出会えたかなと思ってて、うん、なので、今は幸せになれたかなと思ってるから、うん、だから、ちょっとその、で、寮には言ってないんだけど、うん、
この、あの動画のやつは、うん、あの、全部その、あの、福島の、うん、子供たちに向けて、うん、あの、全額寄付したいなと思って。いいね。いいと思う。なんか、なんで泣くのよ。いや、なんか、今その、いろいろコロナとかでも大変で、うん、なんか、そうだね、うん、で、その、熱海とかでも土砂崩れとかいっぱいある中で、うん、なんか、いつだって、うん、その、ね、大変だけど、うん、なんか、でも頑張って、なんか前向いて、うん、やれると思うから、うん、俺もその時、そのお金なくて学校とか行けなくったけど、うんうんうん、なんかそういう子で溢れてほしくないから、うん、だから、うん、なんかちょっとではあるけど、うん、あの、寄付したいなと、うん、思ってて。ね、うん、ああでもなんか、うんうん、こういうつもりじゃなかったんだけど、うん、うん、お酒飲んでちょっとあれちょっと、うんうん、なんか、うん、気持ちが高まっちゃったかな、うん、うんうん、いいと思うよ、うん、ね、うん、だからそういう感じで、うん、今回は少しでも協力、うん、させていただきたいなと思って、うんうん、うん、送っていただいたものになります。はい。そうなの、ね。飲もう。うん。はい。もう泣かないの。飲まかった。飲んで。うん。美味しいね、うん。うん。やっぱ地元でもさ、やっぱ頑張ってね、うん、あの、復興だったりとかね、うん、あの、このコロナ禍で頑張ってる人たちもたくさんいるしね。はい。だからまあこういうね、お取り寄せとかでさ、うん、なんか真面目な話になっちゃってあれだけど、うん、なんか協力できたりとかするのはすごくいいよね。うん。って思ってる、うん、うん。ごめんなさい。なんか。まあ、そうですね。大丈夫かーい。大丈夫。うん。そうですね。はい。うん。なんかこうやって伝えるつもりなかったんだけど、うん、もうわかんない、ちょっと。まあ、美味しいお酒飲んで、うん、美味しいもの食べて、うん、思ったことを言って、うん、いいんではないでしょうか。閉じよう。そうね。はい。はい。というわけで今回はここまでにしたいと思います。はい。気に入っていただければチャンネル登録と、応援してるよって方は高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。では、また食べるぞ。食べる。これまだ残ってんの？うん。